はい、どうもごめんなさい、くちゃねです。はい、今日の動画はイベントが、始まりましたとかね、ランコと二宮さんのね、ランコさんと二宮さんのユニットのイベントが始まりましたというわけでね、皆さんどうですか、やりましたかね。マスタープラス、そして MV、 それぞれやりましたか、見ましたか。先ほどねやってきまして、まあ、感想としてはね、いやーいいね、難しいねいや マスターも十分28ぐらいの難易度で、マスプラはもう30にふさわしい内容だったんじゃないかなと思いますね。はい、もうマスプラとかね、僕ツイートしたんですけども、ミス34回ナイスバット97ミス34とかですね回復入れてなんとか生きてたみたいな感じだったんで、ボロンボロンのボロンボロンだったんでいやー難しいね。マスターはまあ回復なしでも生きてる、いやそれはいけたんですけども、まあなかなかねちょっとリズムがなんかこうあんまりそうイヤホンとかで聞かずに素でスマホの 音で聞いてたら周りの音がうるさすぎて全然聞こえないというそしたら全然リズムつかみないという感じになりましたけれども、いやそのそして、まあ、楽曲はまあね難しかった。 MV はやばいな、この剣めっちゃかっこよかった、びっくりした剣のあのガシンみたいなところめっちゃかっこよかった。もうさすがだねっていう、この二人の曲だねっていう感じになりましたね。はい、こんな感じでね、27日まで6日間ですね。まあ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 ちょっと短いかなぐらいかな、まあ、大体いつもよりかちょっと短いぐらいの感じになっておりますね。いいね、このかっこいいからね、いやほんまに剣めっちゃかっこよかった、結構いい感じの俺のツボにはまってましたね。ですかね、報酬維持はね、カード見ましょうか。結構本当にね、結構本当にパクって、どうだったっけな、しゅね、こうなんかこう、レッスン、特訓前は、こうなんかもう悩んでるみたいな感じの絵柄で、ランコさんもね、こんな感じでこう、こんなこう、病んでるみたいな。この一言が、アスカに分かってもらえてないなんて思ってなかった。ほらなんか病んでるやんと思って、あ、僕ストーリー見てなかったんですけど、多分そういう内容なのかなと思いますね。はい、ちょっとどうしようかな、そんな感じですかね。まあとりあえずね、プロまではチ、ね、ャーって振ることときましたのでね、ライブのところね、この辺の部分にはまあニューは消しましたそんな感じかな。今日ちょっと短いですけども、いやー難しいねというのが感想の、まあまあこの二人の楽曲なんで、まあ難しくなるとは思ってたんですけども、まあ、一応28にはできなかった感じですかね。一応27という形で、ほぼ28の楽曲ってわけでね、歯応えのある、そして皆さんがやるのでボーダーが高くなるであろう、イベントなんじゃないかなと思いますね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今のところね、今日で21日なので、21日連続動画投稿頑張ってるのでね、残りの日も頑張っていきたいと思います。そしてサブチャンネルもね、よかったらよろしくお願いいたします。そしてツイッターもお願いいたします。そして、この動画がよかったら、グッドボタンよろしくお願いいたします。そしてね、もう一つ。多分このイベント期間中にちょっとちょこちょこ YouTube ライブとかもね、まあ、画面がもしパソコンでできればパソコンでやって、できなかったらまあちょっと直撮りになるんですけども、それそういう形でね、ちょこちょこちょっと YouTube ライブの方もねやっていこうかなと思ってますので、雑談とかもねたまにしようかなと思ってますので、よかったら、チャンネル登録していただきますね、通知来ると、通知ボタンみたいなの押してもらうと通知来るのと思うので、よかったらお願いいたします。ありがとうございました。